第22夜。私は小さい女の子が泣いているのを見ました、と月が言いました。その子は世の中が意地悪いのを泣いていたのです。この女の子はとても美しいお人形をもらいました。それは本当にかわいい綺麗なお人形でした。もちろんこの世の中で不幸な目に遭うように生まれてきたわけではありません。ところがこの小さい女の子の兄さんの大きい男の子たちがお人形をひったくって庭の高い木の上に乗せると、そのまま逃げていってしまったのです。小さい女の子はお人形のところまで行くこともできないし、お人形を下ろしてやることもできません。それで泣いていたのです。お人形も確かに一緒に泣いていました。両腕を緑の枝の間から伸ばして、いかにも悲しそうな様子をしていましたもの。そうだわ、これがママのよくおっしゃる世の中の災難ってものなんだわ。ああ、かわいそうなお人形。あたりはもう薄暗くなり始めました。もうじき夜になってしまいます。お人形は今夜一晩中表の木の上に一人ぼっちで座っていなければならないのでしょうか。いやいや、そんなことは女の子にとっては思ってみるだけでもたまらないことです。私、あんたのそばにいてあげるわね、と女の子は言いました。と言ってもそんな勇気があるわけではありません。早くも高いとんがり帽子をかぶった小さい小人の妖魔が茂みの中から覗いているのがはっきり見えるような気がするのです。おまけに向こうの暗い道ではひょろ長の幽霊が踊りを踊っていて、それがだんだんこっちへ近づいてくるではありませんか。そして両手をお人形の乗っている木の方へ伸ばして笑ったり指さしたりしているのです。ああ、小さい女の子は怖くて怖くてたまりません。でも何にも悪いことをしていなければ、と女の子は考えてみました。悪者だって何にもすることなんかできやしないわ。でも私、何か悪いことしたかしら。そうしていろいろと思い出しているうちに、あ、そうだっけ、と女の子は言いました。私、足に赤いキレをつけてたかわいそうなアヒルを笑ったことがあったわ。あんなおかしな格好をして足を引きずるんですもの、私笑っちゃったんだわ。だけど生き物を笑うなんていけないことだわね。こう言いながら女の子はお人形の方を見上げました。あんた、生き物を笑ったことがある？と聞きました。するとお人形は頭を振ったように見えました。